電動キックボード、電動バイクに関するニュースなんですが、はい、最近よくあの電動この、ね、キックボードを街で見かけるようになりましたよね。はい、多くなりました。いろいろ、まあ、言われてますけれども、実は去年道路交通法が改正されまして、電動キックボードに関する法律が今年の7月から施行されることになりました。現在の、まあ、法律というのをおさらいしておきましょうか。今はですね、運転免許証が必要です。そしてヘルメットも被らなければいけません、はい、そして最高速度は時速30キロ以下というこういうルールの中で、皆さん乗ってらっしゃいますが、7月からの新しいルールになりますと、運転免許証は必要ありません、いらない。ただし16歳未満は運転はできません。そしてヘルメットなんですが、着用義務だったものが努力義務に変わります。したがって仮にヘルメットをかぶっていなかっても違反ではないということなんですね。そして最高速度が時速20キロ以下ということになるわけです、はい、これはちょっとあの状況が違いますのでね、どういうことになるのかというと、新しい枠組みになるんです。特定小型原動機付き自転車という新たな枠組みで運用されることになります、はい、では現在の 50cc の原付バイクよりもさらに下のカテゴリーを作って、それに対応する新しい法律ができる。そう、そういうことなんですね。この新しい法律に合わせて電動キックボードを作っているメーカーでは早くも動きが出ています。和歌山のベンチャー企業グラフィット、会社を訪れるとそこにあったのは、これも電動キックボードなんですか？はい、こちらは、電動キックボードではなく、はい、あの電動バイク、というのが正しいかと思います。今回あの法改正、まあ、されて、それが、まあ、7月1日から施行されるんですけど、電動キックボード以外もですね、幅が60センチ、長さ190センチに収まる電動のモビリティは基本的にすべてあのそのカテゴリーに収まることができます。つまりこの電動バイクもキックボードと同じく新しい法律の対象となります。そこで改正に合わせて新しい電動バイクの開発を進めています。まず一つ、スピードが20キロ以上加速してはいけないので、速度計がで20キロを上回らない、ソフトウェアの書き換え等で調整することができます。バックミラー、これが 50cc の原付では必ず、右側必要なんですけども、今回あの必須ではなくなりましたので、はい、まあ、場合によっては、このミラーがない可能性もございます。さらに今回の法律では、最高時速が6キロまでに制限できる車体については、自転車も通行できる歩道での走行も可能になります。今回の法律改正をメーカーとしては前向きに捉えています。例えば高齢者に向けた乗り物といったもので、あの免許返納をこう推奨することができる、そういったことを実現できるような乗り物を私たちは開発していきたいなと思っています。はい、7月からはどういう車両が出てくるのかということで、ちょっとご覧いただきますと、まあ、夜も乗りますから、もちろん前照灯ヘッドライトはつけなければいけません、はい、そして右に曲がったり左に曲がったりするときのウインカー、方向指示器ですね、これも必要です。さらにはそうですね、20キロで走るといっても自転車並みのスピードですから、当然制動装置、ブレーキも必要です。あとは、まあ、自転車にもついてますけれども、こういった細々とした、ものが必要になってくるということなんですよね。ただすでに発売されている車両と7月以降に発売される車両、はい、どのように見分けたらいいんでしょうかね。鋭い、見た感じ全然わからないんですが、はい、そこでグラフィットの鳴海社長に伺ったところ、どうやらナンバープレートの形の違いで、はい、区別することになるのではないかということなんですね。ですから現状のナンバープレートがついている、まあ、キックボード、電動キックボードなんかに関して言うと、当然ヘルメットも必要ですし、運転免許証も必要ということになるんですが、
あと先ほどちょっと自転車タイプのね、あの電動キックボード、電動バイクが出てきましたけども、はい、あのそうなってくると、いやいや電動自転車アシストありますやんと、そうですね、どう違うんですかというような話も出てくると思います、はい、そのあたりはナンバープレートをつけたかつけてないかというところでやらなければいけないということなんですが、まあ、いろんな乗り物が出てくるのはこうありがたいんですけれども、一層交通事故には気をつけなければという感じがいたしました。ご視聴ありがとうございましたけど。